皆さんこんにちは。今回のトピックは VFX グラフの新機能紹介、煙フォグ編です。今回は久しぶりに VFX グラフのお話をしたいと思います。実は VFX グラフにはいろいろ新機能が追加されているんですが、今回はその中でも煙やフォグの表現に関係するものをいくつか紹介します。まず最初は Unity 2022.2 HDRP 14.0 で追加された6 Way Smoke の機能です。これはテクスチャの動的なライティングを可能にする技術ですね。こんな感じでテクスチャ素材を使ったエフェクトに対してリアルタイムにライティングを行うことができます。ライティングが適用できるようになることでエフェクトをシーンに馴染ませることがむちゃくちゃ楽になりますね。またライティングによる見た目の変化が起こることで少ない素材からも変化に富んだエフェクトを作ることが可能になります。というようにいろいろメリットがあるのでハイエンドな環境ではよく使われる手法なんですよね。 VFX グラフもこれに対応したという感じです。原理はシンプルで、こんな感じで上下左右前後の6方向からのライティングに対する応答が2枚のテクスチャにベイクされています。これらを組み合わせることで自在な方向からのライティングを可能にしているわけです。この手法は 6-way ライトマップとか 6-point ライティングとかいろんな名前で呼ばれているんですが、 VFX グラフでは 6-way smoke という名前で呼ぶことになりました。使い方は簡単で、 HDRP リットアウトプットの中でマテリアルタイプを 6-way smoke リットに変更するだけです。するとポジティブアクシズとネガティブアクシズの2つのテクスチャプロパティが出現するので、それぞれ対応する素材を設定します。もう一つ VFX グラフの 6-way smoke には面白い機能が用意されていて、自己発光を表現することができます。この爆発エフェクトではその自己発光の機能を使って爆炎の軌道を表現しています。この自己発光の情報は独立したテクスチャとしてエミッシブマップを与えるか、あるいはネガティブアクシズのアルファチャンネルに埋め込んで適用することができます。通常ネガティブアクシズテクスチャのアルファチャンネルは使用されずに余ってる状態なので、ここにエミッシブを入れてしまうというわけですね。この 6-way smoke の機能については詳しく解説した記事が Unity 公式ブログの方で公開されています。素材の作り方の説明やサンプル素材なども公開されているので、この機能を試す際にはぜひ一度目を通してみてください。概要欄からリンクしておきます。次に紹介する VFX グラフの新機能は Unity 2023.1 HDRP 15.0 におけるボリュメトリックフォグ対応です。ボリュメトリックフォグについては少し前の動画で扱いましたよね。シェーダーグラフがボリュメトリックフォグに対応したという話でした。そして今回は VFX グラフもボリュメトリックフォグに対応しましたという話になります。これによってパーティクルエフェクト的な表現をボリュメトリックフォグに組み込むことが可能になります。使い方は簡単で、 VFX グラフの中でアウトプットボリュメトリックフォグコンテキストを使うだけですね。各パーティクルの位置、カラー、アルファ、サイズなどを元にしてボリュメトリックフォグが構築されます。広い範囲のフォグの表現を作るにはシェーダーグラフの方が便利だったんですけど、狭い範囲での細かい現象を表現するにはやっぱり VFX グラフの方が便利ですね。ボリュメトリックライティングを表現に取り込む際の一手段として考慮に入れてみてください。今回はこんな感じで VFX グラフの新機能の一部について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっと前にボリュメトリックフォグの話をしたので、せっかくだからね、関係する話をしておこうと思ったんですよね。 VFX グラフにはこの他にも新機能がいくつかあるので、それはまた別の機会に紹介したいと思います。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。